ああよく寝た。青い空、白い雲、眩しい太陽、小鳥のさえずりも素敵だわ。ちょっとツイッターでも見ようかしら。え、何よこれ。ちょっとマリサ、起きなさい。どうしたんだ。なんかレバノンで大爆発が起きているらしいわよ。じゃあ今回はその発展から中東のパリとも言われるレバノンで、なぜこのような大爆発が起きたかについて詳しくお話ししていこうと思うぜ。お前今知ったところなのになんで知識あんだよ。ユコリポートスチャンネル。まあそこを突っ込むのはなしだぜ。ベイルートの爆発は起きてからまだ数日しか経っていないこともあり、情報は少ないが、分かっていることの中でウプ主が調べまくったぜ。ありがたや。爆発の具体的な理由や経緯、危険物質が街中に放置されていた理由なども、できる限り詳しく、分かりやすく一本の動画にまとめたぜ。ぜひ最後まで見ていってくれ。これ見たら時事問題の話でどやれそう。間違いないな。爆発を引き起こした物質についても分かりやすく解説するから、少し科学にも強くなるぜ。というわけで早速始めていくぜ。よろしくお願いします。ユコリポートスチャンネル。8月4日、レバノンのベイルートで小さな爆発を伴った火災が発生する。そしてその数分後、みんなも見たであろうあの大爆発が起きたわけだぜ。この大爆発によって130人の死者と5000人以上の負傷者が出た。えげつないわね。では早速爆発の原因についてお話ししていくぜ。もうわかってるの。倉庫内に保管されていた硝酸アンモニウムだぜ。硝酸アンモニウムは爆薬を作るためのメインの物質で、危険物質第1類にも指定されている。そんなものを街中に放置するなんて、経緯と、防げたかどうかについてはこの後お話ししていくぜ。そもそもだけど硝酸アンモニウムってあまり聞かないけどどんなものなのよ。硝酸アンモニウムは、加熱や衝撃等を加えれば単独で爆発してしまうものだから、取り扱いに細心の注意を払わないといけない。街を吹き飛ばすって言ったら原子爆弾みたいなものを思い浮かべるけど、これもすごいわね。硝酸アンモニウムの用途は幅広く、火油のものは水に溶けやすく肥料として用いられ、建設用においては強力な爆発物に変化させて利用している。また、アフガニスタンの旧支配勢力タリバンが爆発物として用いるなど、武装集団の爆発物にもなる。肥料としての役割もあるのね。硝酸アンモニウムってアンモニアみたいな名前ね。あの強い刺激臭を思い出すわ。硝酸アンモニウムは、アンモニア、の硝酸塩類という括りになる。硝酸塩類？私理系じゃないから優しくして。硝酸塩類は水素の部分を他の陽イオンに置き換えたもので、銀や銅を溶かしてしまうほど強酸性の液体だぜ。ちょっとまんじゅうには難しいけどとりあえず強い酸性なのね。硝酸塩類はどれを密閃し衝撃や摩擦が起こらないような環境で、火災予防を徹底して扱わなければいけないぜ。硝酸アンモニウムはどんな特徴があるの？見た目は無色の粉末状のものだ。その見た目とは裏腹に、熱が吸収される吸熱反応を持ったものだぜ。吸熱？なんか物騒な反応ね。クリーパーみたいに自爆してしまうのかしら。それに近いな。さっきも言ったが、加熱や衝撃、摩擦などがその要因となる。つまり、何らかの力が硝酸アンモニウムに加わったら簡単に爆発するということね。少ない力でも燃焼が加速してしまうということだな。肝心の爆発理由は何なの？硝酸アンモニウムが爆発する原因の中でも、特にあることによって爆発的な分解をもたらすんだ。あ、加熱でしょ。簡単だわ。正解だぜ。約210度になると有毒な亜酸化窒素、それと水を発生させる。それ以上の加熱は窒素と酸素が生じ、爆発的な分解が始まるんだ。加熱させちゃいけない代物ね。つまり、高温であれば硝酸アンモニウムがいつ分解され、爆発が起こってもおかしくないということになるんだ。そうだったのね。それじゃ疑問も解決したことだし私は寝るわ。ちょっと待ってくれ。ここからが本題。世界の食料を支える肥料の大半を占める硝酸アンモニウムが、いかにして事故に絡んで大爆発の要素へと繋がったのか、そして、運んできた貨物船の正体、不安定な古びた倉庫の関連性について、爆発後の煙の色の謎、目がパッチリだわ。続けてください。では、今回なぜこの爆発が起こったのか分かっている範囲で解説していくぜ。報道では、6年間にわたり2700トンもの硝酸アンモニウムが適切な安全管理なしに倉庫に保管されていた。このことが大爆発を引き起こしたことに何らかの関わりがある、としているんだ。6年前っていうと、実際に硝酸アンモニウムがベイルート港に着いたのは2013年のことだった。これを運んできたのはモルドバ船籍の貨物船ロサス、と言われている。なるほど、この船が今回の硝酸アンモニウムを積んできたのね。2013年にベイルート港に着いて以降、この船は出港しておらず、2014年に出港不許可が出ている。何かあったのね。航海が不適切と判断された、船主が訴えられたなどの情報が出ている。その後当時の港湾当局が中のものを下ろし、突如として何万トンという規模の危険物が倉庫に保管されたのだ。そして、その後保管した場所に問題があった。そもそも、こんなに大量の危険物を置いておいていいのかしら。よくないな。危険物を扱う時の禁止事項は、一箇所に集めないこと、や、
人口密集地から避ける、ということが言われている。ベイルートって大きな都市だからどっちも当てはまってるじゃない？そうなんだぜ。万が一を考えれば一般人でもわかりそうなものだな。特に今回は、ずさんな管理場所に長い時間放置されていたため、湿気を十分に吸っていたのではないかと言われている。あ、硝酸アンモニウムの取り扱いは、密栓。って言っていたわね。そうなんだ。通常ならありえないような管理がされていたことで、湿気を吸ったため硝酸アンモニウムは固まり、爆発の威力を増したのではないかと言われている。じゃあ、管理が良くなかったのね。でもその倉庫はそんなにダメだったのかしら。倉庫はあくまで倉庫。危険物の管理には適していない。置かれた倉庫は次第に壁に破損が出たりなど、劣化が進んでいた。その壁からの異臭が問題にもなっていたんだ。なぜ何もしなかったのかしら。一応動いてはいたんだぜ。税関当局者は花火保管庫が近いことや、周辺が繁華街、住宅街であったことから、司法当局にその危険と移動を伝えていた。しかし聞き入れられることなく時間が過ぎ、2019年には治安当局が調査を開始した。危険であることには気づいていたのね。そこで出てきた課題は2つ。1つ目は、危険物の移動。2つ目は倉庫の壁の修理。危険物を安全が確保できる場所に移動させるのは当然の流れだ。それに加えて、6年間も置かれていた場所の壁はあまりにも不安定だったんだ。急いで修理しなくちゃいけないわ。今回の爆発事故前には、倉庫の壁の補修工事が始まっていたようなんだ。ということは、その工事から出る火花なんかが引き金を引いたようにも思えるわね。今はその説が報道されているが、硝酸アンモニウム自体は管理している内部の温度の上昇や、火が閉じ込められていることによって爆発するからそうとも限らないんだぜ。まあ、こんな管理じゃ。責められても仕方ないわね。大変なことになったわ。次は現状の爆発規模や被害について解説していくぜ。気になるわね。Yuko Reporters Channel。今回の爆発は2段階あった。1回目は炎と煙が上がり、小規模な爆発が起こっていた。ちなみにだが、1回目の火災は第9倉庫で起こったようなんだ。そうだったのね。あれ、硝酸アンモニウムはその倉庫じゃなかったのかしら。第12倉庫だったと言われている。1回目の爆発から数分経った2回目の爆発は18時8分頃だった。マグニチュード 3.3 に相当する地震波も観測されるほど、ベイルートは大きく揺さぶられ、オレンジ色の煙、赤い雲のようなものが浮かんだというのがわかっている。この第9倉庫の爆発が、硝酸アンモニウムを置いていた第12倉庫へ移ったのではないかと言われているんだ。なるほど。その流れの方が大爆発が起きた理由としてはうなずきやすいわ。それにしても特殊な色ね。なんだか不気味で体に悪そうだわ。この色は爆発することによって発生する窒素が原因だな。硝酸アンモニウムは爆発によって窒素酸化物を生成する。あと衝撃波もすごかったけど原爆みたいな感じだったね。今回の爆発は原子爆弾の10分の1にもなると言われているぜ。原子爆弾でない爆発の中では史上最高と言われている。約240万が住む首都ベイルートだけに、その半分が被害を受けているぜ。約30万人が家を失い、現在も行方不明者の捜索が続いているんだ。すごいことになってしまったわね。レバノンは大丈夫なのかしら。かなり良くない状況だ。ただでさえ、COVID-19 パンデミックの影響で食料が少なくなっている中、今回の爆発によって穀物倉庫がなくなった。あれ、そういえば、今年の3月に債務不履行を宣言した国って、レバノンだな。激しいインフレが続き、食料なんだ。以前から経済危機が続いていた国でもあり、昨年の秋には反政府デモが起きるなど、もともと国として難しい状況にあったんだ。まさに追い打ちをかけたわね。大爆発の原因として、ベイルート港での危険性の高い物質の保管について何年もの間職務不履行、および怠慢が挙げられている。対応がなされてこなかったことで大きな被害を被ってしまったぜ。その責任は国に大きく響いている。経済危機に、大爆発、レバノンは大きな課題を一気に背負う形になってしまったわね。その通りだな。しかし、これまでのずさんな管理や政府の国民に対するこれまでの形を見直すきっかけにはなる。これから大きく変わること願うぜ。そして早く平和に暮らせるようになってほしいわね。というわけで今回はこのあたりにするぜ。チャンネル登録、高評価よろしくだぜ。それではさようなら。ご視聴ありがとうございました。